西マリコ線は、長野県小佐方郡塩田町の下野郷駅と、同郡マリコ町の西マリコ駅を結んでいた、上田マリコ電鉄の鉄道路線である。災害により1961年6月に、休止された後、1963年11月1日に、廃止された。現在の上田電鉄別所線の下野郷駅を起点に、南東へ進み、 境界の日記峠のトンネルと与田川の鉄橋を渡ってマリコ町の中心地の西、西マリコ駅まで結んでいた。西マリコ線は上田マリコ電鉄の前身の一つ、上田温泉電機によって開通した路線である。上田温泉電機はもう一つの前身、マリコ鉄道と違って経営が苦しかった。マリコ鉄道との競合上、上田市の中心部から、 マリコ町の中心部を結ぶ路線を計画。同じく、上田市の中心部から、マリコ町の中心部を結ぶ路線を計画していた、マリコ鉄道より先に、軌道敷設申請をし、認可を受け工事を開始したが、トンネル工事や、鉄橋工事が続く、難工事のため、マリコ鉄道に開業は先起こされた。近代化も一番遅れ、軌道から、地方鉄道に変更となり、委託母から、 西マリ湖線へと名称が変わってからも、青木線で使われていた木造四輪単車が使われ、パンタグラフか、全線某ギー車かが遅れ、廃止直前にはまだ木造車体の電車が主流という、ありさまだった。補修予算も組むことすら、ままならず、大雨が降れば、運休になったという。 1961年6月25日の昭和36年梅雨前線豪雨によって、日目トンネルと、与田川鉄橋が破損するなど、前線で被害が出たのをきっかけに休止。2年後の1963年11月1日に、前線廃止、バスに転換された。上田マリコ電鉄の西マリコ線となってから、運用された車両は、以下の通りである。詳細は、 各項目を参照。当線は、上田温泉電気軌道の委託母線として、開業しているが、同社が描いていた構想によると、西丸湖駅から、和田峠を越えて、諏訪郡下諏訪町の下諏訪駅を結ぶ路線であったと、いう。しかしトンネル工事と金融強行の影響から、計画の段階で延伸を断念され、鉄道線廃止後バス路線となった西丸湖線が、 大門峠ルートに変更し、延伸を実現させた。その後、国鉄バスと競合することから、ワンマン運行に移行され、国鉄バスに路線を譲る形で廃止になってしまったのである。下野号駅西マリコ線ホーム跡現在、運行されているウェデンバスの西マリコ線は、1960年6月1日に運行開始された西マリコ線の代替バスが起源となっている。 したがって、西丸湖線は、バスという形で継続されている。また西丸湖線は廃止後ワンマン運転化されるまで、別所線と共通の車内補充券で乗ることができた。西丸湖線の線路があった場所は、道路となっている。下野号駅には、現在も西丸湖線のホーム跡が残っている。駅舎は、上田交通直営の鉄道資料館として2007年5月5日に、リニューアルされた。 ありがとうございます。